クリームウェブサイトをご覧の皆様、どうも村田です。ボーカルの高木です。ギターの総一です。ベース凌介です。ドラムのゆきです。この度、我々はですね、2枚目の、ニューアルバムですね、1月の18日に、フリーダムリリース決定いたしました。ありがとうございます。ついにできました、2枚目のニューアルバム。前作、パワーオブライフから、シングルを3枚入ってですね、はい、1年半ぶりのこう待望のフルアルバムになっておりますけれども、はい、まあ、フリーダムというタイトルですけど、はい、ちょっとどんな作品になっているか。まあ、僕たちは今まで自由に音楽を作ってきましたけど、まあ、それをもう象徴するかのようなですね、アルバムができたんじゃないかなと思います。そうですね、はい、かなりあの前作から音楽的にも、そうですね、本当に我々ブライダルがこのまあ1年半培ってきた進化というものをですね、もう耳に残せるサウンドが全12曲ですね、はい、入っておりますので、本当に期待を持って聴いていただけるアルバムになっているんじゃないかと思います、はい、推しはありますか、リーダー。推しですか、アルバムの推しは。いや、そんなん全曲に決まってますでしょ。一押しの曲ありますか。一押しですか、はい、まあそりゃフリーダムですよ。なるほど、はい、フリーダムどんな曲ですか。まあ、リード曲のフリーダムですけども、うん、まあ、結構なんだろうね、そのテンポに対してはかなりあの楽器陣が早いというかね。そうですね、なかなかやってる人もいないんじゃないかなっていうところに、うん、フリーダムな内容のまあ歌詞が載ってる、まあ、素敵な歌となってますので、うん、まあ、ぜひこれをライブでね体感しに来てほしいなと、はい、かなり個性派ぞろいになっていますので、うん、はい、本当に幅広い年代の人に楽しんでもらえるアルバムになっていますので、うん、はい、ぜひ皆さんでチェックしていただきたいなと思います、はい、先ほど話もありましたけど、このアルバムを引っ提げてですね、当然我々、はい、これからツアーに出るわけですね、はい、3月から始まりますフリーダムツアー2017というですね、はい、うん、過去最大箇所、全11カ所12公演ですね、はい、ワンマンツアーを、うん、初日がですね3月の5日東京の赤坂ブリッツ沖縄キリンですね、はい、広島香川富山鹿児島福岡、はい、新潟北海道宮城大阪愛知、そしてファイナル、いい、今全部カンペ見ましたけど、ね、ファイナルがですね、はい、我々初の月割公演ですね、はい、東京中野サンプラザね、はい、全12公演がございますので、今回はもうアルバムリリースしての、はい、ツアーですので、はい、一気に曲数も、ね、セットリストもガラッと変わってですね、はい、また新しい、これまで応援していただいている皆さんも、今回初めて来ていただく皆様も楽しんでもらえるエンターテインメントなワンマンショーをお届けしたいと思ってますので、はい、ぜひアルバムチェックしてライブの方遊びに来てください。よろしくお願いします。皆様に会えるのを楽しみにします。ブライダーでした。